クロータスプレアサイラム、ファザーキャンベルズチャペルにて、ゴーストフェイスでーす。先日 BPF という番組に出演させていただいたときに、準レギュラーで DVD 仲間のチクノボにやられた、このオルセンの財布構成が面白かったんで、ちょっとこれで、ちょっと待って、これはもう殴るしかないな、普通に。あ、でもこれ。よし、OK。これで、割ると、チャージされるんですよね。なので、ここでまた強引にこう、貯めていってですね。よし。いいんじゃないか。あ、マジ？ちょっと、でも、待って。はい。ちょっと。そして、これでまたチャージされて、はい。そして、よっしゃ。これ。強引すぎる。はい、というわけで、ワンパンにすると、足が速くなるね。シンプルに強そうな、このアドオン、前も使ったけど、と、オルセンの財布で、よいしょ、破壊可能壁とか、板を割ると、闇の包容がチャージされるってですね。これを持ってきておりますと。こっち側から折って、ちょっと釣ってる方向に逃げてほしいなと。はめ突っ込まれたん辛いな。今のな、破滅が残ってれば、そこの発電機へ交代するんやけど。おっ、後ろ見すぎて、見せてくれた。一発でいいか。で、球場狩りで、右に、左行ったか。残念。おなんかいろんなとこから落とする。お、左行ったのと、上行ってるよな。タップの声もしたし、なんか、いろんな声した。え？どこに誰がいる？あ、そこに誰がいるのか。こういった、そこにもいる。なんだ。どうなってんだ。そこにいるのは誰だ？おい。タップか。あー、すぐしとくか。これも普通に襲ってもよくないでもこれ。溜めたものの。そうやんね。気づいてなかったし。ええか。溜めた意味よ。はい。今のワンパンにしちゃって自分の足速くして折った方が良かったかな。まあそんなに変わらんけどね。よし。はい。で、不屈音量をよいしょ使いながら最初みたいな感じで強引なワンパンを決めたりをしていきたいなと思うんですけど、どこ？あ、下？やるな。で野蛮な力をつけているので、どんどん板を壊して闇の包容をチャージしていこうと思います。お、また、強引ワンパン決めていいですか？いけるか？無理か？あー、くそ。倒してくれ。よし。そしてまたチャージして、まあ、ええか。ちょっと他行くか。お、おるね。この人行くわ。よいしょ。ダメか。もう一回強引行くぞ、この人。で、普通におって、板んとこ行ってくれ。あ、そう回る？ここ結構周回距離長いから、追いつくぞ。追いつくけど、切りたくない。次、板行くしかないでしょ、この距離感。ね。どっかの板行ってくれ。あ、飲む。あ、もう普通に包容ちゃん溜まっちゃった。うおー。はい、超えない。オッケー？超える？よし。強引に決めてばっかりやな。おい。まあいいじゃないですか。これが、この構成の醍醐味かもしれない。よっしゃ。で、あー、ちょっと待って、発電機直りそう。まずい、今のはあそこの発電機を見に行ってからにしたかったな。あ、オッケー。でもこれはどうやろう、寸止めかな。セルキア持ちやもんね、この人ね。これ板をはい出た、寸止めね。くそ。いいでしょう。でこれで音量くらえばまたチャージして OK。 そしてブーン、まだ無理か、クソなんだ、あー今このね、あ結構ゲージ溜まってた人やんね、見せたな、勢い余って殴ってしまったわ、振ってきたから。まあでもいいや、この辺いたないしね。うんうん、なんかおる、あの人はいかないネアが2回目で、おいで、まあこの鎮圧はしておいてよっ、固有がとうとう治って、まあこの3つでいっかな。あそこ2つあるっしょ。OK、この3つで発電機守りましょう。あれはやってないんかな。とラッキー、よし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 、出会い頭これでかいな。この人釣りまーす。でタップゲージが救助に行ってくれれば、あそこにもうワンパン決めて、またやってないね。オッケー、あ誰か行ってる。このグググマジでやめてほしい。これで距離離されるからな。いたー、よしオッケー。あーまあいいか、ちょっとねやりきりたいっていう気持ちもあるけどね。とりあえず2釣り2釣りやな。このタップケージも2釣りやね。2釣りのケージよっ、ドゥンドゥン。さてこの辺の近くで救助待機をしていると見ただけです。嘘です。あー、救われるが、おやったこっちに完全に気づいてなかったね。猫でも持ってんかな、なんか警戒はしてたんやけどね。ね、こういうこともあるからな、ゴーストフェイスの場合。えどっから来てるみたいな。であいるね。あーこれ絶対セルケア入れてたよね。であればもう DS も警戒せずにいけるから、ちょっと追っちゃうわ。これで2人にできたら発電機1台ぐらい直ろうが、2人にできればなんとか勝利できるやろうしね。もう普通に追ってひじき生やしちゃって、んで小屋の板ないから、はい、オッケー、よっしゃ。やってる？やってない。さあこれでタップケージも終わりで、よっしゃよっしゃ、どこ釣ろうかな、向こうの方連れてこっか。残り発電機も2台直らなかったな。あの奥側やってるかな。モレルがねこの辺よく来てた感じがするんだけど、もういないか。あでもここも恵んでるし、やっぱりモレルこっち来てたんだ。うんうん、この辺にまだおるんかな。んすごい、あそこ直るんか。あそこ直ってしまうとちょっとワンチャン負けるんで、発電機めちゃくちゃ遠いからね。あの発電機こっち来んかな。なんか新キラーで発電機の位置交換できる機能とか能力とか使えへんかな強すぎるか、めちゃくちゃ強いな、それは。まずいな。おラッキー、ラッキー、ラッキー、ラッキー。向こうから視線送ってくれた。ああ、これはラッキー。強引にワンパン決めていいですか。よし。無理か。いや、まあいいか。普通に殴るか。で、またあの窓行くかな。今度はちょっと先回りしてみると OK、 刺さった。よしよっしゃさっきまで結構ねまっすぐに追ってたから、よいしょ OK。 でもう一人はなんか今見えたよね。おおラッキー通った。あれでワンパン決めたいな、最後やし。あー、よしよし、あんまりこっち見てない。オッケーオッケーオッケー。解除されてない。はい、超える。2回超えたんちゃうもん。それでひじきちゃん。ね、オッケー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 。じゃあこれで、あとは。よし。ピン、ドン、ドン、じゃあ。今回結構強引にワンパンいっぱい決めたな。一番最初のワンパンが一番強引でよかったな。OK! というわけで、ゴーストフェイスでございました。ちょうどね、闇の抱擁寸止め状態、ワンパン寸止め状態のところに、不屈音量食らって、チャージされて、で、すぐにワンパンになって、ギャーってやつね。で、ワンパンになったら足の速さが速くなって、速攻で追い詰められるという。やりたかったんでね。初動で一番理想的なムーブができました。この構成の醍醐味を、初っ端から味わえたので、これは動画にしていこうかなと思いますが、まあ、不屈音量野蛮で結構パークワーク取っちゃうから、絶対遊び構成の域は出られないと思います。ただ面白いと思うんでね、よかったらやってみてください。最後に、その BPF に出演させていただいた時の、オルセンの手帳でやられた面白かったシーンつけときますので、それもよかったら見てください。ご視聴ありがとうございました。構成はあれはい、危ないああ、待っていい。よし、1分間ですからね、ベルさん。1分も長い。長いよ。行かせねえぞ。あ、ベルさん。へへへへ。ナイス。ダメだ。ずるい。ずるいちょっと